お、よっしゃ。じゃーん。こんにちは。ママライフチャンネルです。ココです。はるです。今回は三井ショッピングパークららぽーとさんと一緒にコラボ動画を撮ることになりました。8月の1日の土曜日から関西のららぽーと3施設でママと子供に嬉しいキャンペーンが開催されます。ママを助けるお子様のお手伝いチャレンジキット千尺プレゼントやチャレンジを達成したお子さんに嬉しいノベルティーももらえたりと子供やママに嬉しい内容となっております。詳しくはこちらをご覧ください。今日はココちゃんにお手伝いをしてもらいながらカレーライスとサラダとフルーツポンチを作りたいと思います。夏にぴったりで親子で簡単に楽しく作れるので皆さんも作ってみてください。じゃあお手伝いできたらこのシールをピタッ。いいじゃん。これどのシールがいい？ワニ？ワニがいい。じゃあお料理上手にできたら買おうか。それではどうぞ。よし、じゃあ手を洗いましょう。ゴシゴシで、どうやって洗うんだって。そうそう、後ろも。お、上手。すごいじゃん。どうして？ピカピカになった？ OK。 じゃあまずはカレーを作っていきます。材料はこちらです。じゃあまずはお米を洗って炊いていきます。お願いします。うわぁ、洗えた？こう持ってこうやるだけで、ほらほら、すごい画期的。こうやって、じゃあこれでこの中に入れてください。入る？ OK。 いくよ、せーの。よし、でさっと閉めてボタンをスイッチ。あ、できた。それなんだ？パプリカよ。違います。玉ねぎな。パプリカを切っていきます。んー、よし。これでグッとグッと力強く。頑張れ。こんなハートと星の可愛い形に抜きました。こういう形にすると野菜が苦手な子供でも楽しく美味しく食べれるかなと思うのでしてみたらいいかなと思います。型抜きで残った野菜は、ちっちゃく刻んでカレーに入れたいと思います。ザクッと玉ねぎは切っていきます。はい、じゃあお肉も一口大に切ったので炒めていきたいと思います。じゃあまずサラダ油で型抜きしたパプリカをさらっと炒めていこうと思います。これ後からカレーの上にのせて可愛くするからね。可愛いな、ハート。お星様も可愛い。ん？お星様も可愛い？何のお肉でしょう？わからん。牛肉です。 OK OK。 よっしゃ、せーの。おいしい。パプリカを入れようかな。すごい
パプリカ。そう。よし、よし、では、トライに。入った？よし。これでちょっと炒めるよ。軽く炒めたら、今度はお水を入れていきます。せーの。ありがとう。じゃあこれでちょっとグツグツ言うまでこのまま待っとくね。じゃあ次にフルーツポンチを作っていきたいと思います。材料はこちらです。これ真ん中にちょっと置かしてね。で、この周りに果物を好きなように入れていいよ。チェリー出る？よし。あれ？あ、出た出た。いいよ。あ、出た出た。いいよ、そのまま入れて。あ。せーの。お、入った入った。せーの。あ、お。出た出た。いや、じゃあ真ん中にサイダーを入れていきます。よし。で、ラムネ。そう。真ん中に入れてみて。どこに入れるの？ココちゃんのフルーツポンチの完成です。美味しそう。じゃあ次にサラダを作ります。材料はこちらです。レタスをちぎってここに入れろ。こういうレタスとかお子様もちぎるだけなので簡単にお手伝いができると思います。じゃあきれいにちぎってこの中に入れるよ。いい？よーい、ドン。じゃあ今度トマト入れて。何個入れる？4個。4個入れる？いいよいいよ、4個入れて、4個入れて。うん、じゃあ今度パプリカも入れようかな。ドーン、出来上がり。じゃあドレッシングを作っていこうと思います。すりごまとマヨネーズとお酢、砂糖、醤油とごま油。これでドレッシングを作っていこうと思います。ごまを、はい、1、ドーン、はい、2、もう大体で大丈夫です。3、ドーン、オッケー。これも2杯。1、2、オッケー。ごま油が小さじ2。よいしょ、オッケー。1、あともう1本、オッケー。2、醤油、はい、1、2、OK、よいしょ、OK、じゃーん。ちょっと最後に何でしょう？マヨネーズ。正解、マヨネーズが4 1 2 3。はい、混ぜてください。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。ごまドレッシングの完成です。そうそう、はい。できました。
じゃあ具材を煮込んだので次にルーを入れていこうと思います。よいしょ。じゃあこの中入れて、であとはルーを溶かして煮込んでいきます。できた。できたな。上手にできた。はい、じゃあ完成したので次盛り付けていきたいと思います。今日はハートのカレーにしようと思うので、ハートの型抜きでご飯もハートにしていこうと思います。じゃあこちらのお菓子作りとかに使うハートの型にご飯を入れていきたいと思います。しっかりギュッギュッと押してハートにします。熱いご飯を入れるときはお子さんは注意してください。いい？いくよ、せーの、ドン。な、ここちゃんが作ってくれたけ美味しいのができたわ。ハートのパプリカ綺麗にのせて、お星様も、うん、のせて。お、いいじゃん、いいじゃん。できました。ハートのカレーの完成です。これに可愛くデコレーションすると野菜の嫌いな奥さんでも食べれるかなと思うので、ぜひやってみてください。いただきます。お味はどう？おいしい。おいしい？あ、おいしい。いや、よかった。じゃあココちゃんの作ったカレー食べるね。美味しい。ココちゃんが作ったカレー美味しいわ。サラダも食べてみ。うん、美味しい。ドレッシングの味どう？美味しい。美味しくできたね。いける？美味しい。美味しい？自分で作ったけ美味しいじゃろう。ココちゃんのカレー美味しいわ。ああ。ごちそうさまでした。はい、じゃあお手伝いをよく頑張ってもらったので、このお手伝いチャレンジのシールをプレゼントしようと思います。何がいいんだったっけ。ワニ。よし、じゃあワニのシールをお手伝いチャレンジシートに貼ります。じゃーん。ありがとう、お手伝いしてくれて。大好きだった。上手にお手伝いしてくれたもんな。せーの、ウィーン。これだ。できました。他にもお手伝いを達成することで成長にもつながるし、親子のコミュニケーションも広がると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。改めて8月1日の土曜日から関西のララポート3施設でママと子供に嬉しいキャンペーンを開催されます。こちらのお手伝いチャレンジキット、先着でプレゼントでもらえたり、嬉しいノベルティがもらえたりと楽しい内容になってます。ララポートは親子でも楽しめる場所がたくさんあるので、ぜひ皆さんもお越しください。詳しくは概要欄をチェックしてください。それではバイバーイ。